女優の小泉京子58が17日放送の NHK「クローズアップ現代5 7 3 2 VTR 出演しミッドライフクライシスに陥った経験を語ったこの日の番組のテーマは40から50代の心の危機ミッドライフクライシス今年2月に58歳の誕生日を迎えた小泉は4月にスタートした TBS ラジオ「サステバ」土曜午7 30で中高年リスナーから寄せられる悩みに答え雑誌のウェブサイトの人生相談でも同世代へメッセージを送っている小泉自身も40代の頃生き方に迷ったことが人生相談に力を入れる理由になっているという両親も他界してますし3人姉妹の一番上の姉も他界して私の番の時どうしようみたいなそんな風にしてどんどん自覚していった感覚はあるかな 私の40代の時は子供を産むチャンスがもう限られてるって思った時はすごい悲しくなって、子供を抱いた人とすれ違うのもちょっと、かすっと痛い、みたいな感覚で感じていた時があったと40代の頃の痛み、おかいこ。今では、痛みとかそうを言うのも自分に必要だったのかなと思える、としつつも、その時は本当に少し辛らかったと振り返った。中高年の悩みに多く接し、 小泉は心の危機に陥る理由が分かってき。